こんにちは。今日は以前に岩タバコ科の仲間というお話でセントポーリアのことをお話ししました。それを見た視聴者の方がもう少しセントポーリアに限った詳しいお話をしてほしいというようにお問い合わせがありましたので、今日はそのセントポーリアに限ったお話をしたいと思います。このセントポーリアですけれど、ずいぶん前にブームになりまして、以前にだいぶ育てておられた方もいらっしゃると思います。で、本当にね、取り組みやすくって、初心者の方でもほぼほぼ失敗なく育てられる室内園芸植物ですね。とっても簡単です。もう本当におすすめの、植物なんですけれど、これ私の家で育ててるんですが、トレイル種と言います。トレイルってこの裾という意味ですので、ちょっとこうタラーンと下がって育つ、そういう種類です。普通種っていうのは一本の茎でこう上に上に育っていく、そういう種類なんですけれど、まあどちらでも育てやすいです。ただ形がちょっと違うということで、私の場合はトレイル種の方が少々形が悪くても格好がつくなと思いますので、このトレイル種の方を一番初めに取り組まれる方にはおすすめしてます。このトレイル種を例にとって説明しますと、よく育っている株です。で、このよく育ってしまった株からどうしたらいいんだろうということで、実はよく育ちすぎるとお花がつかなくなってしまいます。なぜかと言いますと、例えばこれもそうなんですが、どんどん育つとこうやって小さい芽がいっぱい出てきてしまうんですね。ほら、これね、茎なんですね。地面から茎が出て、それでこの茎にこれほら1個2個で、これ3個、茎の途中からいっぱい芽が出てきてしまうんですね。いや、いいことなんですよ。本人はどんどん育つわけですから喜んでるんです、この子。結論から言うととてもいいことなんですけれど、だけど私たちからするともうちょっとお花咲いてほしいなと、贅沢なこと思ってしまいますよね。このたくさん出てきた芽というのは、たくさん出すぎて、で、養分の奪い合いになっちゃうんですよ。それぞれが大きく育ちたいから。育ちたい上に他の葉っぱと当たっちゃって、この下の方の葉っぱはちゃんと広がれないんですよ。ほら、くちゃくちゃ、なんか広がれないし、お日さんが当たるところに置いていても中の方あまり日が当たりませんよね。だからよく育った結果、かえって日が当たらないとか、葉っぱがちゃんと広がらないとか、それからお花をそれぞれいっぱい咲かせるための養分が分散しちゃうとかね。せっかくよく育ってて本人は万々歳なんですけれど、もうちょっとお花咲いてほしいなって思う勝手な人からすると、もう少しなんか解決してお花いっぱい咲かせて楽しみたいなって思っちゃうわけです。これセントポーリアです。ですけれど、ちょっとサボってます。何をサボったかと言いますと、切ることと、それから液肥をやることをちょっとサボってしまいました。そうすると、わかりますかね、葉っぱがね、色が全体的にね、悪くなってきてますよね。で、これはこういうふうに混み合ってしまって、で、この中の方にお日さんがあまり当たらない、そういう環境ですので、ですからこの中の方の、葉っぱがいじけてしまってますね。じゃあまずはどうするかと
というと、こうやってよく見ますと、わかります？これね、綺麗に大きく広がった葉っぱなんですけれど、下の方ですから古い葉っぱなんですね。で、上のここら辺の葉っぱからすると、ちょっと葉っぱの色が黄色っぽい。ね、ほら。ですんでね、まあ今までこの株を支えるためにすっごく頑張ってくれた葉っぱなんですけれど、そろそろ役割が終わりということで、ごめんなさい、勝手なことですが、こういう葉っぱ取っちゃいます。この奥の これですね、これなんかすごく大きくなってるんですけれど、大きくなりすぎてもう今更脇芽とも言えないぐらい大きくなってるんですね。だけどその周りの葉っぱはほらこれ広がれずにくしゃくしゃになっちゃってます。新しい葉っぱなんですけれど、くしゃくしゃで広がれずに、でこのくしゃくしゃの小さい葉っぱばかりがここでぎゅうぎゅうに集まっちゃってるんですね。ということは、この広がれなかった葉っぱももうある意味整理するために取っちゃおうかなと思いますし、で先ほどの大きくなった脇芽ももう思い切ってこういうふうにもう取ってもいいです。でこの株自体ほらこんなにどっさりと葉っぱがついてるし、もう一株としてこの子はもう十分独り立ちできる大きさになってるんですね。で逆にこのまんまくっつけていたら、ほらここの間のこの葉っぱ、この子も広がれずにくしゃくしゃになってます。ですのでこれ、いやもったいないんじゃないのって、ほらこれを取ると、ここ、これ茎、わかりますか？ほら。何にもなくなるんですけれど、まあこれトレイル種ですから、茎がたらーんと垂れていくし、で、これはこれで立派に育つ大きさですから、これはもう取ってしまって全然 OK なんですよ。で、こうやって取って、で、この茎、ちょっと大根のような茎ですけれど、1本の茎もしくは2本ぐらいの茎に整理をしていって、で横から出てくるくしゃくしゃの葉っぱみたいなのは取っていって整理していく。でないとこれくっつけてても広がれないんですよ。ですからもう取ってしまって全然 OK です。でこの葉っぱは立派な葉っぱですから、これ葉挿しというものに使えます。こういうふうにちょっと整理をしていって、ちょっとここ空いてかっこ悪いなと思ったら、その時には土を変える意味でもあまり古い株だったら植え替えをしてもらって結構です。で他の株もうちいっぱいあるんですよね。ちょっと整理していこうと思います。あと今回はこれトレイル種なので、垂れ下がってくるとここ床についてしまいますよね。ですのでちょっとこんなものが売ってたので、これ鉢カバーなんでしょうけれど、これにこのまんまスポンと入れると中へはまり込んでしまいますので、ちょっと発泡スチロールあったものでかさ上げをしまして、でそこに入れて、でちょっとこう縁も少しこう上げて、それでこういう感じで垂れていく方が蒸れずに済みますので、ちょっとこういうふうにかさ上げをしてみます。これでしばらくはまた元気よく育ってくれると思いますので、肥料をやりたいと思います。はい、さてこういうふうに整理をしました。そしたらまた元気に育っていきますし、やっぱり古い葉っぱを取って新しい芽を出させて、でよくお日さんに当てると
いうようなことでどんどん育っていきます。で、育ったものはその都度古い葉っぱを取る、それから葉っぱがねくしゃくしゃにならないように、ぎゅうぎゅう詰めにならないように余計な葉っぱは取る、それからそこの隙間にもよくお日さんが当たるような、まあ、高さを工夫したりであるとか、それからこういうふうに垂れていくんであれば全体的にこうどこにも当たらないようなそういう工夫をしてあげるとか、それでそれが整ったら水やりは土の表面がしっかり乾いてからやった方が私はいいと思ってます。で、水やりっていうのは当然毎日ではないはずですから、そうしますと水やりをやるたんびに私は薄くした液肥を水代わりにあげてます。それだけ頻繁に肥料をやるという植物はあんまりないんですね。そんなしょっちゅうしょっちゅうやらなくても本当にいいんですけれど、ただね、肥料をやりますとそれはもう本当に真っ正直に肥料もらったっていうことですぐにお花をつけてくれます。こんな正直なお花も他にないですし、でね、なんとなく私の周りだけかな、日本人って肥料をやるの大好きですよね。肥料やりたいって思う方が結構多いなと実感してますので、そういう方はこれ肥料やってもいいんですよやりたいけど我慢しなきゃいけないっていう方にとっては薄い肥料だったらいい植物ですので、肥料やりたい病の方には本当におすすめの植物かなと思います。肥料は薄い肥料をやる、で液肥をやるというのが、まあ、ポイントであって、まあまあ夏以外は肥料をやればもう真っ正直に咲いてくれる。ですので世話をしたよって思えるそういう植物ですので、セントフォーリアもっともっと注目されてもいいかなって思ってます。ぜひ育ててみてください。